ばんは。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。なんか外出てると暑い、暑いじゃないや、涼しいけどさ、やっぱ中だと暑い。こんばんは。ギフトもありがとうございます。ありがとう。昨日は鉄のありがとうございました。とっても楽しかったですこんばんは。楽しかったです。鉄の X に流れてくるユズポ可愛すぎた。嬉しいです。ありがとう。昨日でもなんかチョコの行方初めて水色だった。なんかさ、公園のさ連絡メールみたいな来るんですけど、あれ私このポジションやったことあったっけと思って、でもそう、何のなんかあったっけと思って、本当私の記憶的にはないか過去に何回かやってるかぐらいの感じだったんですけど、でも初めてだったっぽい。こんばんは。そういつもピンク色なんですけど、チョコの行方昨日は初めて水色でした。こんばんは。あ、当たりだ初めて見たこのギフトで当たり、すごい、ありがとう。びっくり、こんな感じなんだ当たりってびっくりした今。ありがとうございます。これが当たりなんだ、すごい、ありがとう。ギフトもありがとうございます。ありがとうね。こんばんは。パチパチパーチーね。そう、昨日もね、そう、公演終わりはね、話してました、ハチキと。とお話しして決めてました。リフトありがとう。ありがとうございます。ありがとう。やっほー。もうすぐ福岡ですね。あっという間。でもなんか他のチームがもう始まっててさ、チーム E とかはもう明日2回目じゃないですか。すごいなんかね、だいぶ進んでて、でも明日が S、 明日じゃないや、15日か、15日にやるから楽しみ。
こんばんは。ギフトありがとう。ありがとうございます。ありがとう。楽しみ福岡。もうでも3回目だからね、今年で行くの。こんばんは。福岡、そう、今は新幹線のをどう過ごそうと思って、すごい寝不足で行くか、寝不足で行ってめっちゃ寝る作戦か、もう起きてるのどっちかだなと思ってて、個人的に。寝るならなんかずっと寝てたいじゃん。なんか寝て起きてとかやりたくないからさ、結構さ長いじゃないですか移動距離が。そう、あの乗ってる時間も長いからさ、やっぱ寝るならちゃんと寝てたいみたいな感じがあるから、そう、もうすごいなんかめっちゃ寝不足で行って新幹線で爆睡するか、もうひたすら映画を見るか、どうしようと思って迷ってます今。こんばんは。福岡終わったら梅雨明けかな。ねえ、なんか天気いいんか悪いんか分かんないよね、ここ最近。今日もなんかさ、今日はなんか外であんま出てないから知らないけど、そう、でも昨日さ傘忘れてきた劇場に。最悪、劇場に忘れてきた。あとあれも忘れてきた、パーカー。最悪です、全部忘れてきた。パーカーも忘れてきた。しかもそれ家帰ってきてから気づきました。やらかしてますね。こんばんは。そう、最近買ったさ、そうそうそう、 UV カットパーカーを忘れてきた劇場に。こんばんは。今日も金曜日か、なんか金曜日な感じ。金曜日早いな、1週間早いですね、あっという間。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう、アイスがたくさんありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。かき氷は食べてないですね。食べたいんだけど、なんか暑くて食べに行けないんだよね。そう、食べたいんだけど、そう、なんか
あの食べに行くまでに道のりが長すぎて諦めてる。もう一回食べたいですよ、かき氷。ギフトありがとうございます。ありがとう。そう、なんか行きたいかき氷屋さんがあるんですけど、まあ、どこにあるか知らないんだけどさ、そう行きたくて食べたいんだよね、かき氷。なんか一回なんかかき氷食べに行くみたいな日があって、そうけどなんか冷たい飲み物飲んだらかき氷食べる気なくなっちゃって、そのまま食べずに帰ってきたことあります。そうだからね、ちょっとそろそろ食べたいんですけどね、かき氷食べれるかな。こんばんは。みおちゃんとの年を早速保存しましたそう、みおちゃん昨日さ自撮りしてたらなんか入ってきた今の言い方じゃ嫌そうだな、入ってきてくれました。そう、なんかいつも変な顔してくる、私に向かってなのかみんなにやってんのかわかんないけど、いつも変な顔してくるから、それは何の顔なのって聞いたら無ですって言われました。絶対無じゃない顔してたけどな、西井美は曰く無の顔らしいですけど、うん、でも今度 S 出てくれるもんね、西井美は。楽しみです。こんばんはそう、すごいなんかさ、でも喋りかけてくれる人なんですよね私あまり後輩に喋りかけないんですけど、そう喋りかけないし人見知りだから、本当になんか同期か本当になんか本当になんていうの、よくさせていただいてる先輩かしか喋んないので、あ、でも後輩も喋るけど、なんかあんまり自分からはいかないからさ、そう難しいんだよね。先輩な感じかわいい、先輩な感じ。でもなんかだいぶ減ったけど、前まではほんとなんか年上の後輩が多かったから、まあ今も多いんだけどさ、12期の子とかは特にもう年下の子しかいないのであれだけど、最初はやっぱりね、どうおしゃべりしようみたいな感じだったけど、最近は結構しゃべりかけてくれる後輩が多いのでありがたい。こんばんは。前回 S 出た時の出来が本人的に納得できてなくて、もう一度出たいって言ってた。あ、そうなんだね、嬉しい。そんなこと言ってくれてたの。前回いつでしたっけ、誰かの生誕だったよね、みよまる。なんか急遽だったよね、でもすごい覚えてるよ、めっちゃ頑張ってくれてたもん。ありがたいですね。楽しみだな。 18日でしたっけ、意外とすぐやん、もう
楽しみ。レッスン上で泣いたって言ってた気がする。そんなに？何？なんかどういう状況なのそれ。覚えれなくてってこと？西見よって泣くんだ。なんかめっちゃ完璧なイメージあるからさ、なんかそんなできないって言ってるイメージないけどな。リハが本人的にボロボロだったみたい。ああなるほどね。いやでもリハは別にいいんじゃないですか、本番できればって思う派だけどね。なんかでもいつもリハ好きじゃないんだよね。なんか謎に緊張しちゃってリハーサルって、なんか全ての視線が私に向いているような気がして嫌なんですよ。特になんか初めて出る公演とか、チーム E とかもだったけど、なんかもう初めて出るでもう緊張してるのに、スタッフさんとかもさ、なんかもう初めて出る人しか見てないじゃんねきっと。そうだからもう怖くて怖くて仕方ない。だからリハっていうものが一番結構苦手かもしれない。なんか本番はさ、もうさ間違えちゃってもさ、間違えないのが一番いいんだけど、間違えちゃったとしてもさ別にさもういいわけじゃないですか。まあどうにかカバーしたりとかすれば、間違えないのがベストだけど、間違えちゃったとしてもまあ別に戻ってくるわけじゃないから、その時間がなんかまあ仕方ないかなとか、まあ次できればいいってポジティブに考えれるけど、リハってなんかね怖いよね。ギフトありがとうございます。ありがとう、こんばんは。8月くらいにスクール入りたい。待ってます。赤と黄色でリハってどのタイミングであるの？何のリハですか？劇場公演のリハ？普通に当日ですよ。当日やる。でもそんな何曲もやんないです。日によるけど、本当になんか鉄な、もう昨日2曲とかしかリハしてなかった。そう、日によりますね。リフトありがとうございます。ありがとう。劇場の客席見てる。で逆にどこを見るの？踊ってる時に客席見てるよ。そんななんか同じとこばっか見てないしさ。見てますよ、客席しか見てないよ。なんなら昨日はでもなんかびっくりするぐらいか、上手にしかいなかったよね。鉄な上手ばっかりにいた気がする。下手に全然いなかったよね。こんばんは。いい声また出たら緊張しますか？うん、当たり前に緊張します。いや、いい声に限らずだけど、どの声も緊張してるよ毎回。鉄なもだし、 S も緊張する。出るの本番は。時間がない公演ファン。時間がない公演ファンなんだ。まあそりゃそうですよね。
時間がない、めっちゃむずそう、めっちゃむずそうじゃない。あれが好きです、マイベスティー。でも衣装かわいい、時間がない。いやどの公演もかわいいけど、あんまりでもじっくり見たことないな、時間がない公演の衣装、まあ、演目も含めだけど見たい。ファン目線すぎ、見たいとか言って、時間がない。え、絶対難しい気がする、なんかむずそう。最終ベル、うん、最終ベルね、最終ベル未だにゆずリハブイ見るぐらい好きだよ。最終ベルが鳴る、いいよね、最終ベルが鳴る、好きですね。滑るように動く曲、あ、ハートブレイカーズ、あれゲネで見た時にマジで劇場がそういうなんか設定になったんかと思った。最初こうなんかみんながなんか何かに乗り出したんかと思ってびっくりしました。ゲネプロ行った時急になんかそういう動き方するから、劇場がそういう作りに変わったんだか、なんか誰、何かに乗ってるんだって、この時間だけ違った違いました。西井美代さん曰くチームエースが一番難しいらしい。そうなんだ、意見バラバラですね。なんかルカさんはめっちゃ簡単だったって言ってましたよ。人によってやっぱ変わるんですね、そりゃそうだよね。いやでも私もチームエースが一番簡単だと思います多分。いや、やり慣れてるの、やり慣れてるからだからかわかんないけど、多分一番簡単な気がします、チームエースが。こんばんは。あとは振ってるとことか久しぶりに見て、すごいいいなって思った。エス公演確かに何かそういう曲多いですもんね。こんばんは。僕らから見たら全部難しいそれはそうすぎそうだよね、あんな踊ってさ、移動してさ、番号も違くてみんな各々の振りがあってって思うと、それは難しいよね。やってることみんな一緒じゃないしそりゃ難しいよね。いやでもこちらからしたら多分 S は一番簡単だと思いますね。めちゃくちゃ S 系って感じ。確かに、まあでも牧野アンナ先生が振り付けしてくださってるので、全体曲は S、 ユニットはクリエイトボーイさんなんですけど、それ確かにちょっとなんか SKE を感じるかも。こんばんは。そろそろ目みたいな目ね、うーん、わかります。私もこの間制服の目見てて DMM で、いやーいいなーって思いました。
いやでもなんかゲネプロ見て思ったんだけど、なんか研究生っていうか、なんかフレッシュな子たちがいるから良さがあるのかなとも思っちゃったりしたけど、どうなんですかね、そこのところ。なんかもうキラキラしすぎて眩しかったんですよ、私ゲネプロ見に行った時に。なんかみんな若すぎて、なんかそりゃさ年齢とかもさ、ココハちゃんとか私多分1個とかしか変わんないはずなんだけど、やっぱ入ってる年数がもう違うじゃないですか、やってる歴がね。そうだから、なんだろう、入ったばっかりの子たちがやるから余計にいいみたいなところはありそうだけど、どうなんですかね。そうでも本当に感想がキラキラしてたしか言えなかった私も制服の前見てて。そうでも昨日私ちょうどさ12周年の時に制服の目だったんで出たことあるんですけど、その時のリハーサルの映像を見てて夜な夜なね、寝れなかったから何しようって思って、なんかリハブイは見漁ってたんですけど、その時の私がめっちゃ頑張ってた、なんか超元気だった今もすごい元気じゃないわけじゃないんだけどさ、なんか今よりもさらに頑張ってたね、なんか若々しかったです、画面の中の私が。なんでそのリハいやなんかリハーサルなんか見られるのは好きじゃないんだけど、映像見るのは好きなんですよね、めっちゃ。そうなんなら本番よりもリハーサル映像ばっかり見るぐらい、リハ映像めっちゃ持ってるよ私の携帯の中にはもうリハーサル映像だらけ。もちろん本番の映像も見るけど、そうリハーサル映像ばっかりある。こんばんは。あ、るーちゃん出るの？やば。ついに同期が出るのね。目で枯葉のステーションとか聞きたい。いや、この間も私言ったけどさ、正規面が出てさ、枯葉のステーションはちょっとさ、がめずすぎるでしょ。ちょっとやらしいじゃないけどさ、ちょっとずうずうしくない？ずずしくない、急に出て初めてっていうかさ、劇場で初めて出てきてさ、カルハのステーション歌うの、いやなんか絶対お前じゃないだろうって言われちゃう。よくないんで全然第6巻好きだから第6巻やりたい。第6巻好きなんですよね、衣装も含め可愛い、好き。こんばんは。合格キス好きです。うん、全体曲何が好きかな、でもなんか好きな曲多すぎてもう全部やんってなっちゃう。こんばんは。
足がしびれる。ジェラシーとか最高かもしれん。ジェラシー、ジェラシーいいよね。めっちゃ覚えるの苦労した気がする。ジェラシーのアリバイむずすぎて。でもあれセリありますよね、ジェラシーのアリバイって。危なそう。制服の目セリーめっちゃ上がるよね。こないだ DMM 見ててさ、あめっちゃ上がるじゃんって思って見てた。あダウトね、ダウトはもう言わずもがなって感じ。ダウトはもうみんな好きっていう認識でいます。私はもうダウト嫌いとか苦手とか言ってる人いない気がしますね。みんな好きじゃない？ダウトって曲。こんばんは。手紙書いたことありますか？どういうことですか？その曲中の手紙のことの手紙のこと？誰かに手紙を書いたことあるかってこと？誰かに手紙書いたことはあるよ、生誕祭とか。手紙のことの手紙は書いたことないですね。一回しか出たことないので、制服の目。劇場で出たことないからね。そう、でも交換日記とかさ、流行ってたんですけど、私が小学生の頃。私で止めてた気がする。そういうの苦手で。そう、そういうの苦手でなんか止めてた私が。交換日記止めてた人、うん止めてた人、交換日記さすがにもうないけど、なんかあったような気がする。私の家になぜか交換日記って。何のためにするんですかね、あれ。近況報告みたいな。何書いてたかはもう覚えてないけど、交換日記。そう、なんかね、小学校の時のめっちゃ仲良かったことやってました。でもね、クラスがねあんま一緒にならなかったんだよね、そのこと。一回ぐらいしか一緒になったことがなくて、でもなんで仲いいか分かんないんだよねそうなんです、なんか仲良しなんだけど、なんでこんな仲いいんだろうって思ってた、ずっと。でもプロフィール帳とかも流行ってましたよ、しっかり。プロフィール帳とかさ、シール交換とかさ、かわいいよね、なんか ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。形の残るもの勇気ですね。ね、今も残しておけばよかったんだけどね、もうありません、私の手元には。シール帳もないし、プロフィール帳もない。プロフィール帳とか今見たら絶対面白いのにさ、なんか読んでないんだよって感じですよね。見返したかったな、なんか一回くらい。もうないよ。
あ、ゲーム懐かしいな。なんか 3DS とかよくやってました。懐かしい。なんか私が小学生の頃とかのゲームソフト絶対面白かったんですよね。懐かしい、すごいやってた。今でも 3DSR でも使ってないけど、トモコレやってた。懐かしい、やばい、懐かしい。私でも動物の森超やってた。動物の森しかやることないってぐらいやってました。どこ行くにもやってたかも、動物の森。ちょうど推しメン卒業して暇だから、あつ森やり直して。でも8月に来たいんですよね。8月にすごい待ってます。妖怪ウォッチ2が今日で10周年らしい。そんな年数経つの、えぐー、やば、10周年やばくない？10年経つのやばいね、すんごやばいね。そんな経つんだ。本当は7月中に行きたかったけど、日程合わせていきます。待ってます。そうだ、そういえばインスタのさ、なんかさ、ストーリーじゃない、なんかメッセージが送れないみたいな、なんかね、設定したらいけそうらしいんだけど、なんかめんどくさくてやってないけど、直しときます何の報告って感じですよね直してないんかいっていう。そう、なんか送れないらしい今。そうけど、なんか調べてたら今日、なんか設定で変えたらいけますよみたいなツイートを見て、あ、そうなんだって思って変えるの忘れてたけど、もうマスターしたので直してきます後でわざわざいらない報告。こんばんは。大事な報告、大事な報告ですか。そう、でもなんかみんな送れないみたいな、みんななのか分かんないけど、ゆずぽやっほー、50分に終わります。今日もギフトありがとうございます。インスタ怖くて DM 送れない、送ってよ、待ってるのに。DM 見れるの、今はなんか送れないらしいんだけど、見てるよ。見てるよ。座の座席報告する、いや大事そういうの。遠征する時の荷物は多い派ですか。あー、でも極力なんか減らしていくけど、うーん、どうなんだろういや、多くもなく少なくもない、まあ忘れちゃったら買えばいいかっていうスタンスで生きてます。そうだからあんまり、うーん、
でもなたまに靴とか2個持ってっちゃうかも。いや靴合わんなって思って靴あの2つ持ってっちゃうとかあります。サンダルとスニーカーとか、スニーカーとローファーとかでも冬はそういうことしないですね。服でかさばっちゃうんでなるべく合わせるようにはするけど、夏はねペラペラなんで服そんなあれです。これ入っても名前言う機会ないし誰かわかんない。いやきっとわかると思います根拠のない自信すぎるけど、いやきっとわかると思う。だって初めて赤黄色振るんでしょ。わかると思うよさすがに。だって初めて見る人とか誰あの人ってなるもん。こっちから見てても初めての人だってなります。私的にはこんばんは。でも荷物は極力減らしたいのでシャンプーとかもあのあれ薬局とかにコンビニとかでも売ってるやつ、あのちっちゃいやつこうやつ袋に入ってるやつ買ったりとかしますね。赤木を瞬時認知、もう S だったら I want でもう見てますから客席そう最初にもうイントロで見てるどの公演もだけどイントロでだいたいどこら辺にどういう人がいるのかなって思いながら見てます。こんばんは。結構公園行くよってなんか言ってくれる人が多いのでなんか大体あ今日いるんだっていう認識ではいるんだけど、もちろんなんかこっそり来る人もいるからさあ今日いるのねっていう目線で見てる。そうでも昨日もたくさんペンライト見えて嬉しかったです。ありがとうございます。次は鉄縄16ですね。意外とすぐ。昨日見に行ったよ。あ、ありがとうございます。楽しかったですね。ツアーの翌日ってきつそうね。いやでも今まで何回もあったからさ、ツアーっていうかコンサートの次の日とかライブの次の日とか、うん、なんかしんどくしんまあ、さ確かにしんどいけど体よりも気持ちの面が心配ですね。大丈夫かしら。そう気持ちがしんどいみたいなとこはありそうだけど、でも始まっちゃえば動くものなんで、そんなに見られてたらペンライトの色変えたら分かっちゃう。うん、そりゃだって分かりますよ。もうなんかなんならだいたいなんか流星とかチームエース公演のユニットとかで、あこの人は流星になったら変えてくれるみたいな人もだいたい分かります。もうそう本編は振らないけどユニットの時だけ変えてくれる人みたいなので覚えたりする。そう、そういう認識でいるので私超見てます。こんばんは。
最初から2人分持ってる人とかいます。え、います、います。なんかなぜか知らないけど私とマリンが好きな人が結構いるから、私とマリンを2本持ってる人がね何人かいますね。毎公演とは言わないけど本当に結構な頻度でいる。そう、私とマリンか、私とミユちゃんか、私と泉ちゃんかかな。そう、そのペアがめっちゃねいる。嬉しいです。でもね、え、でも嬉しいんじゃないですか、どっちも、どっちの推しメンも嬉しいんじゃない。なんか、あ、今日は私のないんだとか思われはしないじゃないですか、2個振ってても。私だったら嬉しいけどね。すがすがしい DD じゃん。それはそう。え、でも急に振らなくなるのはちょっと悲しく思っちゃうかもしれない。あ、この間まで私の振ってたのに、あ、そういうことするんだって見ちゃうかも逆に。ギフトありがとうございます。ありがとう。でもそれくらい見てるってことですよ、ちゃんとメンバーは。こんばんは。でも全然なんか2人分持ってる人もなんかいると思うけどな。なんか全然なんか最近2人分どころか 何人売ってんのっていうぐらいの人とか全然いるからさ、いいんじゃないですかね、そんなどっちも振れば。サイリウム持たずに見るのもありですか。うん、でも一定数いますけど逆に目立ってると思いますね、サイリウム持ってないと。みんな周りが持ってるのにそこだけ光ってないから逆になんか目立つ。そう、逆に目立つ。握手もベルトにどっちにも行くんでしょ。でも握手会も来てくれるよ、ちゃんと。ちゃんと来てくれるよ。うん、50分だ。そろそろ終わろうかな。今日もありがとうございます。みんな1週間お疲れ様です。ありがとうございました。また明日。またね、ありがとうございました。バイバイ。おやすみ。またね。バイバイ。ありがとうございました。おやすみ。